明日の洗濯情報をお伝えします。まずは明日のお天気、時間ごとに確認していきましょう。明日朝7時の段階でこのように西日本広く雨が降っています。時間を進めていきますと、東日本にもこのように青色となりまして、雨の予想となっております。だんだんと西から雨が止むエリアも増えますが、広くですね、東日本から西日本雲が広がり、雨の降りやすいお天気となりそうです。一方北日本は日差しが届きます。それでは明日お洗濯できるかどうかアイコンで見ていきましょう。明日のお洗濯アイコン、このようになっております。やはり雨が降る西日本から東海エリアですね、 NG となっております。明日は洗濯物部屋干しが良さそうです。また金沢や東京心配ということで、東日本もですね、空模様怪しくなりますので、外干しする際は空模様の変化、様子を見ながらにしていきましょう。一方北日本は1日を通して日差しが届くので OK となっております。明後日以降日差し乏しくなりますので、ぜひ日差し有効的にご活用ください。最新の気象情報や詳しいお洗濯情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。ぜひご利用ください。